い、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。ということで、まあ、アバタロー戦隊ドンブラザーズの動画は、うちのチャンネルでは多分ね、これ一発目になると思います。そう、最初にね、エンヤライドンと、チェンジヒーローズをドンモモタロウが2月かな、発売されて、まあ、そこから放映も始まってね、番組はめちゃくちゃ面白いんですよね。で、玩具はというと、一通りね、買い揃えてはいるものの、そう、未だにね、開けておらず、遊んでおらず。うん、っていうのはね、ちょっと今、倉庫整理だったり、お家の中での引っ越しだったりっていうね、なかなかちょっと動画に割く時間というのがなくて、うん、更新頻度が本当に低くてすいません。はい、そんなわけでね、まあ一発目の動画は、ドンブラザーズなりきりセット、まあドンブラスターと、バックルとギア、まあこのセットで、うん、行きたいなと思います。そう、まあこのセット版にしたのはね、このギアが各種ついてるっていうのと、まあでもギアで言うと一発目があれか、エンヤライドンか。あれにね、そう、特典、そう、これがついてて、まあ最初に入手はしてるんだけど、そう、なんだかんだ未だに開けておらず、うん、そんな感じです。なのでね、まあ劇中ではこれよく見るんだけど、玩具の方はね、どうなのかなっていう、まあそんな視点であるとともに、まあ個人的になんだろう、メーカーのサイトとか、バンダイチャンネルとか見ないんで、まあどんなもんなのかなみたいな、うん、今更な視点なんですけれどもね、やっていきたいなと思います。あとはね、まあこれらもちょっとポツポツと、はい、行きたいなっていうのと、まあちょっと後ろの方にはね、はい、武器なんかもあるので、まあこれらも合わせてね、ちょっとやっていきたいなっていう感じで、行きます。なので、よろしくお願いいたします。はい、なりきりセット行きたいと思うんですけども、もう5月の終わり？間もなく6月ですよ。ほんとね、始まったばっかだと思いきや、もう時の流れがめちゃくちゃ早い。で、ちなみにね、こちらのザングラソートと、まあ、連動はするらしいんですけど、連動に関してはね、別途動画でやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いしますっていうのと、あとね、この音声だけの動画は多分別で、はい、出すと思いますので、よろしくお願いいたします。うん。スマホで動画をチェック。これを見込むとなんだ、どこに、バンダイに行くのか。うん。そう、個人的にね、また先輩の力かっていう感じなんですけど、まあ、前回じゃったらちょっとね、違う感じの登場の仕方っていうのと、まあ、この、ね、キャラたち。うん。そう、これがね、ほんとなんか、番組通して全てにおいて予想を裏、いい方向に裏切ってくれるっていう、そんなね、嬉しさがあって見てます。うん、で、まあ特徴としてはね、ギアをすべて読み込んで100種類以上のサウンドか。はい。これを回すんだよね。はい。ってなわけで見ていきましょう。はい。外箱から出したら、まあこの3つのね、梱包形態で入ってたんですけども、まあ単体版だとこれが1個入ってる感じかな。で、これは、ギアとベルト。ギア結構大きいな。前回じゃのギアと比べるとどうなんだろう。あ、でもそんな変わんないのか。なんだろう、形状が違うから大きく見えるだけか。じゃ見ていきましょう。はい、ベルト。そして、上についてたのは4枚です。はい。はい、そしてこちらがバックル。はい、正面はメッキ。思いっきりカメラが映り込んでる。で、開くと、まあ、6枚収納、うん、可能なんですけど、これはあれか、やっぱ大きさ同じか。で、前回じゃのやつと同じで、ここが別で成形なのかな、この桃の形状のやつ。で、後ろです。はい、そして本体。まあ、ここに、ドンモモタロウ。ギアが入ってる。うん。初めて手にした。あ、こういうタイプなんだ。こっちはこの外側のこれ、この凹凸で認識で、で、こっちもこの、ここで認識か。周りが曲線で、この内側で認識してんのね。こういう仕組みなんだ。そう、だからね、前回、まあ、前回じゃ、昨年の戦隊の前回じゃがギアで、まあ、今年もギアでって、2連続ギアか、みたいな。で、また全部の戦隊どうせ出すんだろうなと思うとね、結構ね、うん、集めるのがきついけど、可能な限り追っかけていきたいなっていう感じはします。で、銃本体。あ、もう一個。前回じゃがこっち。前回ザ。はい。で、ドンブラスター本体、保護シートがついてる。このデザインね、最初見たときすごいなんかね、派手な色だなと思って。まあ、サングラスイメージしてんのか。で、ここが押せるボタン。あ、これはあれか？なんか通信できるやつ。あ、武器と連動か。なるほどね。もうほんとね、これ触れたの初めて。これなんだ。あ、これあれか。ロック解除。わかったわかった、こうか。あ、ちゃんと回したら抜けないようになってんのね。うん。で、これを回す。あー、これこういう動き？
なんだろう、これ中にスプリング入ってて、一回半回転ぐらいしたら自動でシャコンってなる動きかと思ってたんだけど、あ、こういうことね。完全にこういう感じで回す感じ。はい、ではね、電池入れましょうか。はい、電池はね、単4電池2本で、蓋がスライド式。電源オン。トリガーで銃撃音。長押しで連射か。で、上のボタンは？あ、これも銃撃音になるんだ。で、この状態で回しても何もなし。はい、ではね、ギアセットしてみましょう。なかなか面白いな、これ。ただこれ、一回、これでスタートか。この状態で？あ、これスクラッチ音ね。なるほど。で、取り外そう。お、飛び出てくるのね。はい、お次は全開だ。マジで？これいいじゃん。ギアトリガーの音そのままなるんだ。そういうことね。で、今の必殺技はこれ、はい、アバタロウで、はい、ドンモモタロウでやってもらったんでやってみようか。面白い。やっぱりね、もうほんと和風テイストがすごい入ってるんだね。曲の中にも。いや、これ面白いな。まあ、あの、戦隊ギアも読み込むらしいんで。
まあ、前回者は全員一緒なのかな、ちょっと試してないからわかんないですけど、ちょっとそこら辺にある、大レンジャー行こうか。はい。認識するんだ。ということは今まであの戦隊ギア集めても、そう、年が変わったからつって、はいさようならってわけじゃないのね。なるほど。なんかこういう、なんかいろいろちょっと試してみたいね。面白いちょっとこれ本当ね、いろいろ試してみたいな。まあちょっと別の動画でやろうか。で、その他ね、4枚の、ギア、はい、各ブラザーのね、ギアちょっとやってみましょう。はい、鬼シスター、鬼は打ちって言ってなかった。やっぱ言ってるね。福は打ち鬼は打ち、これなんか結構ふざけてるけど、こういうの結構好き。はい、次犬行こう。最強も違うんだね。ずっとワンダフルワンダフル言ってた。ホーリータイムイングブラザーカモーンヨードンブラコー。まあ、この辺は一緒なんだね。じゃあ次、はい、キジ。最強がトリッキーだね。そして猿。キムキって言ってるのか、大気をね、何言ってるか分かんなかった。いや、面白い。はい、まあそんなわけでね、まあ今回の動画は、まあ今更ながらなんですけどね、ドンブラザーズのなりきりセット、ドンブラスターと、バックルでした。まあバックルに関してはね、まあほとんど、まあ前回じゃないやつと一緒なんですけども、まあ6枚収納ってことで、よく使うやつだけ入れて遊ぼうかな、みたいな感じで思ってます。で、その他ね、まあ音声だけの動画とか、ちょっといろいろ、まあやってないものも結構あるんで、ちょびちょびと、またね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで以上、トヘッピーでした。ご視聴ありがとうございました。